皆さんこんにちは、エルザです。今回はスクエニの新作パーティーバトルフォームスターズの紹介となります。こちらのゲーム先日ベータ版来ましたね。でゲームの雰囲気やシステム的なものからあるインクゲームを想像させるっていうところがありますよね。ですがベータ版をしてみると意外と違ったゲームだったので、そのゲーム性などを今回紹介していきたいと思います。フォームスターズはスター戦士と呼ばれるキャラクターから4人を選出して泡で弾き合うバトルゲームとなってます。キャラクターには固定の武器とスキルが2つ、必殺技が1つ用意されていて、それらを駆使して相手を泡まみれにするゲームとなってます。キャラクターのピックアップは早いものを順になってますので、好きなキャラは即座に選ぶようにするといいかと思います。基本的には今回8人っていうところなんですが、似たような構成のキャラクターが2人ずつ用意されているような感じだったので、最低3人くらい使えるようになっていれば大体把握できるのかなっていうところです。それじゃあゲームのシステムなんですけど、このゲームはキル特化のゲームとなっていて、バトルをメインにしたシステムとなってました。でも対面だけではなく、泡を使って機動力の確保をしたり、足場を塗ったり壁を使ったりと、泡一つで戦略が立てれるのが結構面白かったですね。本当泡の積み重ねで壁ができるので、この辺りが本当良かったですね。またこのゲームは厳密に切るという表現ではなく、相手を泡まみれにし退場させるチルも狙うことが重要となってました。ここが他のバトルゲームではないフォームスターズ特有のゲームシステムになってましたね。まず敵に一定の泡の攻撃をするとフォームドアップという泡まみれの状態になります。これは APEX とかでいう瀕死状態に近いですね。動きはできるんだけど一定時間でデスするっていう感じです。でこのフォームドアップ状態は味方と敵がスライドキックをした時に大きく効果が変わるようになっていました。まず自分がフォームドアップ状態で味方がスライドキックをした場合は、その場で蘇生するっていうことができます。なのでデス数が増えないっていうところですね。ですが敵がスライドキックをした場合、壁まで転がされてチルされてしまいます。このフォームドアップ状態をうまくカバーできるかどうかでチーム全体の生存数に大きく影響を与えるシステムになってましたね。しかもこのチルされなければ自動回復もありますので、意外と生存率高めだなっていうところでした。戦闘スタイルであったりとかを考えると結構個性的な感じのゲームになってましたね。ではこのゲームのメインの遊びっていうのについて紹介していきたいと思います。メインの遊びとなるのがスマッシュ・ザ・スターというチル特化のルールになります。皆さんキル大好きなんでね、このあたりはいいんじゃないかなと思いますが、お互いに共有する残機7個を奪い合って、先に7人倒して現れるスタープレイヤーっていうのを倒すと勝利になります。このスタープレイヤーを倒すまでがルールとなってます。でスタープレイヤーの選出はその試合で活躍したプレイヤーとなっており、活躍はチル数だったり助けたセーフ数、このあたり様々だったんですよね。できるだけチル取ってれば選ばれやすいなっていうのありましたが、塗りポイントとかなんかそのあたりも結構影響あったような気がします。しかもスタープレイヤーに選ばれるのは自動回復がついているので、耐久値も上がっているのでガンガン攻めて戦えるのが楽しいですね。なんか選ばれたら逃げないといけないっていうところもあるんだけど、それを逃げるだけじゃないっていう楽しみもありましたね。でこのスタープレイヤーは最終的に倒した方が勝利となるので、ルール的にはどんな手段を使っても残ってれば勝ちっていうところでした。で7分時間が過ぎるとマップが狭くなるのも特徴的でしたね。だいたい1試合3から8分くらいで結構サクサクプレイできるのが良かったです。マッチングもベータ版だったんですけど結構多かったですね。むしろ混雑してちょっとアクセス悪いなっていうぐらいでした。でこのゲームなんですけど、数時間プレイして感じたのはその逆転が狙いやすいというバランスだったように感じます。というのもスタープレイヤーがやられない限りはどんなに最初の残機が不利でも後半の挽回がうまくいけば勝てるっていうことが多かったんですよね。逃げたり攻めたりとか時間をうまく使ったり、あとは自動回復がついてるので逃げまくって時間稼げば同点まで引っ張れるっていうのが多かったです。しかもこのスタープレイヤーっていうのには活躍しているプレイヤーが選ばれるので、チーム内で一番上手いプレイヤーに試合を委ねられるのがいいところでした。試合ごとで多分このあたりのブレっていうのはやっぱプレイヤーでありますので、その試合単体で調子のいいプレイヤーが選ばれるのはとてもいい設定かなと思います。
ランダムではないっていうところがいいですね。続いては操作性に関してです。操作性に関してはスプラトゥーンとかをしていればほぼ同じ感覚でできるのが非常に良かったですね。まあ FPS とか TPS の経験者なら慣れるのが早そうに感じました。まあ絞るっていうのはなかったですけどね、絞りボタンがないので TPS 慣れしてればだいぶいいのかなと思います。またリロード自体は自動切り替えもできたので、リロードが忘れがちな場合はとてもありがたい機能でしたね。その他にもホームスターズはモーションセンサーがついているので、スイッチなどでジャイロ慣れしている方は感覚的にプレイができるので良かったなと思います。まあ、右スティックそこまで使わないっていうのと、まあ、ボタンをどれだけ押せるかで考えると、やっぱこのモーションセンサーはめちゃくちゃ良かったですね。当て感がスプラのまま持ってこれたのはめちゃくちゃ良かったです。で、個人的にスプラの操作感がそのままゲームできたので慣れも早かったですね。で、モーションセンサーを使う人は変にボタン配置を変えるとかえって操作がしづらくなるっていう風に感じました。何もいじられない方がいいぐらいでしたね。で、逆にモーションセンサーが苦手だっていう人もやっぱいると思いますので、こういった方は画面操作とジャンプボタンを同時にできないので、ボタン配置は変えるのは必須かなと思います。Apex でいろいろボタン配置とか変えてましたが、まあ、それに近い感覚になるなと思いましたね。ただ操作がめちゃくちゃ悪くなるかっていうとそこまでではないので、まあ、慣れれば気にしなくてもいいのかなと思います。ただ個人的にがっつりやるならモーションセンサーなしの場合はボタン配置を変えることはおすすめかなと思います。あと操作性っていうところで言うと、弾道ですね、攻撃の弾が結構特徴的でした。こうふわっとした弾道なんですよ。だから銃を撃つ感覚でまっすぐ飛んでいくんじゃなくて、ふわってした弾道なんで着地点を覚えるのが難しかったかなっていうところです。ただ慣れてしまえばそこまで気にはならないっていうところでしたね。では最後にですが、まあ、個人的な感想を話していきたいなと思います。まあ、スプラとか APEX をしていた身としては、まあ、このキル特化のゲーム性はとても面白かったですね。正直スプラと APEX をこういいとこ合わせたような感覚でした。で、何よりも攻撃した泡で地形の変化や戦略が変わるのが他のゲームと違ってとても楽しかったですね。なんかマップを覚えて、そのマップの動き方を覚えるっていうのは基本なんですけど、その場所その場所でやっぱ壁が作れるとか無理やり逃げれるとか、そういった工夫ができるのはすごく楽しかったです。で、ベータ版から本編でこれがどれくらい修正が入るのか分かりませんが、まあ、今のところそこまで不快感を感じなかったのかなと思います。まあ、不快感を感じるっていうところで言えば、スティックというか画面操作ですね。画面操作が結構グラグラだったんですよ。モーションセンサー使うとなおさら動きがあって酔いやすいかなっていうのと、あとは画面リセットボタンっていうのが R ボタン、R スティックボタン押し込みだったんですよね。なのでこのあたり慣れてない方は R スティックボタン押すっていうのに慣れないのかなとか、気づかない人もいたんじゃないかなと思います。結構ね、画面の動きに関しては辛い人は多くなるんじゃないかなという、そこだけがちょっと気になりますね。で、スプラと似ているとよく言われていますが、まあ雰囲気は似てても中身の戦略が全く違ったので別ゲーのように感じました。まあ、やっぱ武器が選べない、武器の自由度がないのが嫌っていう人もやっぱいますからね。そこはスプラとかのいいところですし、APEX でも武器が自由に選べるのはいいところですからね。なんかその固定されてる感っていうのはとてもこのゲームらしいなっていうところに感じました。まあちょっといろいろこのゲームは研究してみたいなっていうのが正直なところありますね。はい。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まだ他にもね、動画やゲーム随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。